抱きしめられて言えずにいた言葉は春のサンシャイン今もまだこの胸に。はい、皆さんこんにちは。ありがとうテレビの近いが参りました。本日9月30日月曜日19時を回ったところでございます。本日も青地蔵スタジオからお届けしてまいりたいと思います。さて本日のお客様、小伝馬町麺楽亭を経営されております、平島香織様においただきました。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。そして、利根川よしみさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はいはい、ということで麺楽亭というですね屋号、はい、もう聞いてる方はあラーメン屋さんじゃないかなってねそんな感じがしますけれども、お仕事をまずはですね教えていただきたいと思います。はい、はい、どうぞ。20年前に、はい、千葉県の館山で主人と始めました、はい、うん、麺楽亭。麺楽亭ラーメン屋さん、はい、都会の方に出て出てきて都会の方に出てきて都会に出てきて小伝馬町都会、うん、そうですね。そうそれで店舗を広げていきたいなって。おー素晴らしい、うん、店舗を広げていきたいなということは、そもそもやられてた千葉でしたっけ。そうです、千葉でやられてて、で千葉をやりながら小伝馬町を出したんですか。千葉を、うん、もう移転したんですね。あ、移転したんですね。移転してきました、うんうんうん、はい、今日はこれじゃじゃーん、つくね、これあと食べます、うん、そしてチャーシュー、じゃじゃーん、食べます。これね、もうなんかグーグーになっちゃってしょうがないんですけど、麺楽亭さんは、今小伝馬町でやられていて、はい、で今お二人でやられているんですか。はい、そうです。あ、二人でやられてて、麺楽亭の特徴はどんなラーメン屋さんなんですか。あ、クソ聞いたくださいね。特徴を教えてください。特徴は、うん、煮干し。煮干し、あ、じゃあ魚介系。そうですね、うん、はい、あ、もうぜひ紹介しましょう、はい、しましょう。煮干し、煮干しが、チャーシュー麺、煮干し味。そうですね、あんまりその魚介臭くなくて、あっさりしてます。あっさりしてる、はい、懐かしい感じ。懐かしいラーメン。今よくお客様にも、うん、優しい感じで懐かしい味だって。へー、懐かしい感じ、はい、へー、なんだあれなんですかね、母親が昔作ってくれたなんかこうらしいというか、そういう素朴な味なんですかね、はい、昔なんか煮干しでね、いろいろ出しとって味噌汁とかいろいろ作ってくれましたよね、うん、昔はね。へ、他には特徴は、もう一個特徴があるんです、うん、すごく、うん、このレンゲの大きさなんです。お、レンゲの大きさ、はい、これは最初始めた兄と姉が、うんうんうん、女性がこう一口で、はい、すごい、今東京で来るとすごい大きい大きいって言われるんですけど、女性がこう一口乗せて食べるのにすごく綺麗な大きさで計算して作られてるんです。あ、要するにラーメンを乗せて食べる、ね、はい、あ、なるほどなるほど、あ、そういう大きさなんですね、はい。ちなみにこれすごく気になるんですよ。塩とろラーメン、塩とろラーメンこれすごい気になります。これどんなラーメンなんですか。これはとろろ昆布が塩ラーメン、うん、塩の味のスープの上にとろろ昆布が乗って、はい、でちょっと辛みのネギが乗ってます。おうおう、うん、なるほど。美味しいですよ。とろっとしてるんですか、この、スープはとろっとしてる。スープはね、とろろ昆布でとろっとしてます、ね、うん、あ、とろろ昆布でとろっとしてる、はい、塩とろら、とろろ昆布のとろなんですね。なんか健康的にも良さそうですよね。そうです ね美味しそうですね。こちらなんかまだありますよね。あとはからし中華。そうですね、これはなかなか、うん、私が多分一番推している、推している推しているからし中華。なるほど、利根川さん推し、はい、すごいからし中華、辛そうに見えるんです。ちょっと火山っぽいじゃないですか。はいはいはい、はい、なんですけど、うん、すごい辛くないんですよね。朝鮮、そうです、韓国、そんなに辛くないですね。韓国唐辛子なんです、うん、そうです。あー、なるほど、うん、韓国唐辛子、はい、あ、なんかすごく辛そうに見えますけど、そうでもない、そうでもない、これでも辛子中華ということは、これはあのおつゆに浸ってるわけではないですね。冷やし中華で、冷やし中華、冷やし中華みたいな感じ。あー、なるほどね、これもまた美味しそうですね。ちなみに小伝馬町どこにあるんですか。
小伝馬町の駅から歩いて1分の、うん、あ駅からもう駅今駅前ですよ、駅前です ね, ねもう、JTB さんとJTB さんある、あるんですけどあるらしい一番な1本後ろに後ろにあるわけですね、はい、あなるほど、あの連絡亭で検索すると多分ぐるなみとか引っかかりますよね、そうです ね, ねそうですよね、はい、あの面は面はひらがなで楽はあ楽しいですね、そして亭は停車場の亭ですね、面楽亭さんですね、お問い合わせはこちらです、はい 070-6453-5882 にお問い合わせください、はい、はい、よろしくお願いします。ところでちょっともうね、あこれもそうです、ね、これもチャーシュー、チャーシュー今日のチャーシューこれです、このチャーシューの特徴はこれありますね、どうぞどうぞ、チャーシューの特徴これはもう兄の時から、うん、肉をこの手で巻いて、手で巻いてもう巻きから手作りで、うんうん、それで茹でて、はい、で臭みを取って、うんうん、それで味をずっとつけて、それで今もずっとその味の継ぎ足しで作っているので、すっごい柔らかいんですよ。だからそのこれはすごい兄から姉が受け継い、うん、受け継いだって、まあ、一緒にやってますけれども、はいはい、ずっと20年変わらないと思います、この味は。あそうですか、はい、20年変わらない味、変わらない味ということで、あの食べてみていいですか、どうぞちょっといただきますね。あまずはチャーシューからいきましょうか。もうなんか久しぶりだな、昔ねこの食べる番組をちょっとやったことあって、あそうなんですそうなんです、あの昔お寿司屋さんが来た時に、あのお魚さんか来た時にお刺身を食べたことありますけど、じゃあちょっといただきますね、これちょっとネギと一緒に食べたいですね、ね、はい、じゃあちょっといただきます、もう香ばっちゃいますね、美味しいです、美味しいです、うわじわっとね肉汁が、すいませんもう先行できないですもうよかったです、うわすごい美味しい、これやっぱり手巻きだとこの肉汁がどうなんですか、封じ込められる感じなんですか、そうですね、うん、あの以前ね、うん、ちょっと主人が、うん、あの研修になるから、ああ業者に頼んだ方がいいって業者で巻いてもらう、うんうん、でもねやっぱ違うんですよね、うん、自分で手で巻くのと、うん、あの柔らかさが全く違いますね、うん、手で巻くと柔らかいですね、柔らかいですね、いい具合にこの空気が入るっていうんですかね、いやめちゃくちゃ美味しいですよ、そうですね、めちゃくちゃ美味しいですよなかなかで厚みがすごく感じるな、食感もいいし、ね、ありがとうございます、ね、あのこのちょうどねあの油がちょうどよくこうあのリあの交わりっていうかね、その肉とね、まあ、美味しいです、なかなかこういうの表現難しいですねこれあとつくねもありますね、つくねも、はい、つくねいただきます、あちょっと2つに割ろうかな、ねえよいしょ、いや美味しそう、これあの卵つけると思ったしですね、本当は卵つけるんですよね、はいいやでも食べてみますね、いいですか、私ばっか食べちゃって、すいません食べちゃってよいしょ、いただきます、うーん美味しい、うん、時折この軟骨が歯に当たるとかなんですね、そうですそうです、うん、うんもう進行できません、はい、いろんな食感が楽しめて、そうですね、このつくねはでもなんかあのいかにも手作りのつくね、そう、もう姉がとっても美味しいです、ありがとうございますありがとうございます、ちょっとこちらを置かせていただいて、始めたきっかけ、始めたきっかけですすいませんこのラーメン屋さん始めたきっかけを、始めたきっかけは、うんうん、もう主人と飲食店長かったんですけども、うんうん、近くに立山の近くに大きい病院ができるってことで、はい、うん、まあ道道路も拡張になって何か別のことを考えようと思いまして、うんうんうん、そこで、まあ、体にもいい、うん、まあ主人がラーメンをやりたいってことになったんですよね、はい、それで、まあ、体にもいいって、まあ、普通のどういう、まあ、考えたんですけども、はい、まあ、煮干しを使った、うんうん、ちょっと健康で、ね、あのまあ煮干しを使ったラーメンをしようってことで、うん、
健康なラーメンで。健康なラーメン。あ、でも煮干しもそうだし、あとね、トロ、トロロもそうですよね。トロも健康ですよね。うん。うん、健康ですよ、ラーメンは。そうですね、それがきっかけですね。あ、まあ、病院が近くに来るってことで、まあ、考えてた。食べやすいラーメンですね。そうですね。あまりこってりしたりすると、まあ、年配の人が食べにくかったりするし、でさらっとね食べられるような。そうですね。でしかもなんかこうさらっとと言ってもあのとろろが入ってたりとかね、いうような、まあ、ネギがいっぱい入ったりとか、はい、ちょっと工夫されたラーメンということですね。ちなみにあのこのおご商売をされていて、なんか学べたことっていうのありますか？一つ挙げるとすると、やっぱりなんか人に対しての感謝ですよね。この間も、あのまだ小伝馬町のお店をしましたとか、まあ、宣伝とかはしてないんですけども、あの検索して、あの麺楽亭の味を麺楽亭の味が食べたいっておっしゃって、で木更津からわざわざ車で食べに来てくれた、木更津から、すごいな。それでなんかおっしゃらなくて、でもこの人見たことあるなって思ってたんですけども、何度か食べてとか、あってよく分かりましたよねって検索してきましたって、車でわざわざ来てくれて、あ、嬉しいなと思って。嬉しいですね、わざわざね。そうですね。なんか一つ一つなんか感謝ありがたいなとか、そういうのがありますね。やっぱり長く続けているとそういうお客様が増えてきますよね。そうですね。でもそういうお客様が来てくれるということはなんか逆にお返ししたいですよね、やっぱりね、こちらのですよね。満足してもらいたいですよね、来てもらってね。ちなみにあの感謝の気持ちをお伝えするコーナーがあるんですけど、ありがとうですから、ありがとうテレビですからね、どなたにお伝えしましょうか。やっぱりこれを作ってくれた主人ですかね。今も手伝ってくれてますけど、やっぱり今でもチャーシューを巻きに来る。そうですね。そうで今でも何ですか、ま、あのこの味こういう色にしろとか、このスープはこうだとかって言われるんですけども、やっぱり作ってくれた、主人ですかね。それで、まあ、この立山から、あの東京に出てくる、それを、まあ、いいよって言ってくれた、そうですね、後押ししてくれたっていう、主人も、そうしようって言ってくれた、感謝ですね。でもこのラーメン屋さんを続けていくのって大変じゃないですか。意外と力仕事多いような気がしますけどね。そうですね。だってこういう寸胴をねこう持ったりなんかするわけじゃないですか、っていろいろ洗わなきゃいけなかったりとか、なんか見てると大変な感じがしますけどね。どうですか、あの続けていくのに大変じゃないですか。大変じゃないですよね。そうですね。やっぱり来てくださるお客様が美味しかったよって言ってくださる一言と、私はそのさっきの感謝って、私たちね兄弟で、この間災害が千葉にあった時に、あのちょっとしうちまだ実家が千葉の立山の、両親2人いるので、あの支援物資を届けるので、すいません明日はお休みしますってこう張り紙を貼ったんですよ。その時に貼っていて、そしたらランチで食べてくださったお客様がなんか食べ終わって1時間半後ぐらいに戻ってきて、ジュースとお菓子とで持ってきてくださって、僕何もできないですけどこれ持ってってください、初めてのお客さんなんですよ。そういう方がね、いらしてくださったりすると、すごく嬉しいじゃないですか。それでこのお店やっててよかったなって思って。ですよね。やっぱり助け合いですね。そうですね、ありがたいですね。ありがたいですね。はい、でじゃあ、 あの旦那さんに感謝の気持ちを伝えをぜひお願いします。カメラ向こうで見てますよ。まあ、どうぞ。主人に、主人にありがとうございます。このラーメンを作ってもらって、私も今こうやってラーメンを続けて一緒に続けてますけども、このラーメンを通じてあのいろんな方々とつながって、感謝とか、ありがとうの気持ちがたくさん出てきました、いろんな人と出会えて、とても、ありがたいって気持ちですね。じゃあこれからも健康で、
よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。よしみさんいいですか。はい、私は昼間は、まあ、ラーメン屋さんだけランチなので、で夜はこうつくねであったり、はいはい、あのあこういう昼間は黄色い T シャツなんですけど、夜はこういう寒いを着てお客様と接してるんですね、はいはい、私はあの夜、うん、すごくつろいでくれる、うんうんうん、ラーメン屋をちょっと目指しておりまして、うん、それで、うん、お客様に、うん、そのなんだろう、サラリーマンの方であったり、うん、働いてる方、ご近所の方とか、うん、ちょっとホッとしてる、ホッとするような笑顔をいただけるとすごく嬉しくて、あ、いいですね、はい、それでやっぱりそうですね、やっぱ私は今はまあ姉のこうサポートであれですけど、うん、すごい私はこう飲食はやったことがなかったので、うんうんうん、でこんなにこうたくさんの人とこう触れ合うっていうことも今までなかったので、はいはい、その本当お客様になんか一日一日、あ、人ってこうなんだって生きてるっていう感じで仕事させていただいてることもありがたいですし、はい、お客様にもありがたいなって、ね、はい、いやでもね、やっぱり我々商売をしている人たちはやっぱりあの感謝の気持ちをいただく、いい仕事をしたら感謝の気持ちをいただく、この繰り返しがやっぱり次のエネルギーにつながっていくんですよね。で、美味しいラーメンを出したらありがとうってごちそうさまって言ってくれるじゃないですか。これがまたなんかまた美味しいもの作ろうってそんな気持ちになりますよね。その繰り返しですよね。本当にそうそう、ありがとうございます。ありがとうございます。あ、なんか感謝の気持ちは伝えますか。大丈夫です。大丈夫ですか。はい、はい、ありがとうございます。じゃあそれということで、もうそろそろお時間なんですけど、最後に大事にしたいことをいただいて終わりしましょうか。主人からよく言われてるんですけども、うん、あの一人一人、うん、一つ一つ作っていく、で丁寧に、うんうん、丁寧に作って、でお客様に丁寧にだって、うん、あの雑ですから、私ちょっと雑ですから、そうなんですか、うん、丁寧にっていうことをすごく言われるんですよ、うんうんうん、それでやっぱり何あの丁寧に出してお客さんが満足してくれるようにって、うん、それを心がけるようにっていつも言われてるんですよ、丁寧に丁寧っていうのはね、とても大事ですよね。そうですね、うん、はい、私はそうですね、うん、私は主人の父から、うん、父も商売してて言われてたのが、飽きないは飽きないことだと、うん、おー、いい言葉、はい、言われていて、だから毎日毎日その発見であったり、うんうん、だからそれをずっと続けていく商売っていうのは、うん、ずっと続けていくことが一番の、自分へもそうだし、うんうん、お客様へもそうだし、社会へもその貢献だっていうことを言われてたので、うん、それを大事にしてます。あ、もう今の話は、はい、あの近江商人の三方よしです。あ、そうですね、あの売り手よし、買い手よし、世間よし、はい、ね、まさに飽きないこと、はい、はい、ということで、他に何かお伝えすることありますか。大丈夫ですか、はい、大丈夫ですか。あの、ぜひあの小伝馬町の面楽亭ですね、面楽亭にぜひ皆さん足を運んでください。あの煮干しですね、はい、煮干しをだしにとっている、あの魚介系のさっぱりしたラーメンですので、はい、まあ、あの行っていただいてね、あのチャーシュー麺やら、それからとろろ昆布入りのね、塩とろラーメンやら、ね、からし入りの中華、からし中華ですね、を食べていただければと思います。で、特にチャーシュー麺、チャーシューですね、チャーシューは手巻きのね、チャーシューですし、つくねも美味しいですからですね。あの夜はお酒飲めるんですよね、はい、うん、お酒を飲みながらチャーシュー食べたりね、つくね食べたりとかいうこともできます。今日はお店をですね、途中でやめていただいて、途中で閉めていただいてね、閉めていただいてこちらに来ていただいたということで、本当にありがとうございました。改めてご紹介申し上げます。小伝馬町面楽亭を経営されております、平島香織様、そして、利根川よしみ様においでいただきました。本日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。